はい、それでは 12AU7 プッシュプルヘッドホンアンプの製作第3回目スタートしたいと思います。このシリーズですね、当初は2回で終わろうかなと思っていて、まあ前回完成かなと思ったんですけれども、その後しばらく使っていますとですね、どうにもこうちょっとデザインが寂しいなというふうに思ってしまいましたので、少し飾り付けを行おうかなというふうに思いました。でせっかくそういうことをするのであれば、またビデオに撮ってですね、その様子を皆さんにご覧いただこうかなというふうに思って3回目を用意した次第であります。でその飾り付けの様子をご覧いただく前にですね、これも一つ言い忘れていたかなと思って、お伝えしておきたかったことがありまして、ノイズ対策ですね、このように小さなケースに、まあ、ギュッと押し込めますとですね、まあ、ハムノイズなどなどいろいろなノイズが発生することがあります。でそれを、なんとかこう抑え込みたいわけなんですけれども、まあ、基本のキーといいますかですね、信号が通るライン、そういったところにはノイズをですね、シールドしてくれる効果のあるシールド線というのを、まあ、積極的に利用していきたいかなと。そしてなるべくその線は短くしていくというふうなことを、私は行っております。具体的に言いますとですね、ご覧いただいている赤色で塗ったようなところですね、はい、DA コンバーターから最初にトランスに行くところですとか、トランスからグリッドに行くところ、それから出力トランスの西側のヘッドホンにつながる部分ですね、まあ、こういったところは、まあ、積極的に、シールド線を使って、若干手間なんですけれどもね、シールド線を使って配線を行っていますので、参考にしていただければなというふうに思います。はい、それではですね、今回の飾り付けですけれども、変更箇所を3つ考えました。まずですね、トランスを寝かせて配置する伏せ型配置への変更をやろうかなと思いました。それから、ボディ本体のですね、側面にウッドパネルをつけようかなというふうに思いました。そしてですね、前回も少し申し上げましたけれども、ボリュームがあった方が便利かなということで、4連ボリュームをつけようと思ったんですけれども、まあ、詳しくはまた後ほど、ご説明ご覧いただきますけれども、こちらは、ちょっと失敗に終わっております。はい、ということでですね、早速いろいろと変更を加えていく様子、ご覧いただきたいと思います。はい、まあ、見た目の点でですね、少しトランスの高さがちょっと気になったので、トランスのですね、配置取り付け方を変えてみようと思ってます。今ですね、現在は、こういうふうにトランスが立っている状態でついているんですけども、これをですね、こんな感じですかね、伏せ型というかですね、寝かせて、まあ、取り付ける方向にしていって、さらにですね、これをもう少しこう高さを低くしたいということなので、このトランスのこの張り出した部分がですね、貫通するようにここに貫通穴、大きなですね、エリアの、穴を開けたいと思います。これ今まで私いろいろなアンプ作っているところでご紹介してましたけれども、こう小さな穴をですね、ドリルでたくさん開けて、それをまあニッパーで切って、こうデコボコな状態の穴にしておいて、最後こうヤスリで整えるというやり方で、これがまあなかなか手間がかかりますねということだったんですけども、今回ですね、秘密兵器じゃないんですけど、新しい武器を入手しまして、ハンドニブラーというものでですね、これカチンカチンと切っていきますと、幅5ミリぐらいがですね、こうなんて言うんでしょうね、どんどん切り取れていってですね、こう四角いエリアが、まあ、あっという間とは言いませんけれども、今までに比べてかなり早いペースでですね、切り取ることができる、加工することができるというようなものでございます。優れものの工具でございまして、これを入手しましたので、これ使ってですね、トランスをこう横向けに配置して、こう張り出した部分が貫通する穴、これを開けていきたいというふうに思います。はい、トランスの貫通穴の加工が完了しました。ちょっと大げさではないと思うんですけれども、本当にもうこのサイズのですね、穴を開けるだけであれば、まあ、5分
10分、もうそういったぐらいでですね、さささささっと、出来上がってしまいます。もちろん、道具を出したり、後片付けをしたりということで、トータルの時間はもう少しかかるんですけれども、本当にこの穴を開けるという部分については、今までのドリルを使って、ヤスリを使ってと、いうやり方に比べると、圧倒的にいい作業性がいいなということで、このハンドニブラー、工具に出会うことができました。そしてですね、今回こう横置きに伏せ型にトランスを置くということなので、ケースもですね、ちょっと一回作り直そうかなと思って、こういう感じですね。トランスを、横型に入れますと、こう張り出して部分が出てきていますと。ここがですね、この貫通穴に入っていくわけなんですけども、ケースの方にも同じようなサイズの、穴を加工して開けました。で、取り付けイメージはですね、こういうふうに、ケーブルを通しまして、よいしょ、ケーブルを通しまして、はい、こんな感じですかね。はい、前回まで縦に置いていた時のケースの高さよりも、1.5 センチぐらい、低くなったのかなというふうな感じでございます。で、この後ですね、ケース着色していくんですけれども、前回はですね、ボディと同じバニラ色、白系の色で塗ったんですけれども、多くのトランスというのはですね、艶消しの黒ですよね。こういう色で塗られていることが多いので、今回このケース、トランスが入ったケースはちょっと艶消しの黒で塗るという、これも今までに使ったことのない色合いなんですけれども、挑戦していきたいと思います。はい、続いてサイドパネルを作っていきたいと思います。近所のホームセンターでユーカリの木が売ってましたんで、今回それを買ってきました。で、このね、側面と同じ大きさに、切って軽くヤスリをかけまして、この後ですね、塗装は、このワトコオイルですね、ワトコオイルを使って、塗装をしてという風な形で進めていきたいと思います。このユーカリの木ですね、私ちょっと使うの初めてで、今のところですね、こうちょっと肌色というかピンクみがかったですね、色になっていますけれども、これを、ワトコオイル塗るとどういう風な色合いになるのか非常に楽しみですね。はい、では進めていきたいと思います。はい、それではですね、このワトコオイル、オイルフィニッシュの塗料ですけれども、これを塗る作業を進めていきたいと思います。まず1回目の塗装ですね、こういう風な、雑巾というかですね、タオルのようなもの、ウエストのようなものにですね、塗料を染み込ませますと。そして、このですね、木にもうささささささーとこう、なんと気楽な感じでしょうね。ハケで塗るときとはもうだいぶな違いですけれども、こういう感じで、塗料を染み込ませていきます。はい、一つ目ができました。もう一つですね。こうオイルを入れて、木が濡れ色になると、このユーカリの木は少しオレンジ味が増してきて、すごくこういい色合いになりますね。明るい色というか綺麗な発色になります。はい、ということで、非常に簡単に、塗料を塗るというか、染み込ませることができましたね。はい、この後ですね、15分、30分、そういった感じでですね、こう、染み出てきた余分な塗料を拭き取って、おおむね、1時間、もしくは2時間ぐらいですかね、一度乾燥させて、次、二度塗りのフェーズに移っていきたいと思います。はい、それではですね、
2回目の塗装を行っていきたいと思います。1回目の塗装が終わってからですね、15分後、30分後、それぐらいで余分な油をですね拭き取る作業をして、まあ、トータルで1時間強ぐらいですかね、乾燥させた状態になってます。ここからですね、もう一度このウエスですね、まあ、タオルを使って、塗料を染み込ませていきたいと思います。はい、そしてですね、オイルフィニッシュの仕上げの、まあ、特徴というか独特なやり方ですけれども、ウェットサンディングですね。塗料がまだ湿ったような状態で、この240番ぐらいの耐水ペーパーで軽くですね、表面を撫でるようにこうサンディングします。木というのは大体、液体に触れますと若干毛羽立つのはもう致し方ないところになってますんで、そういうその木の表面のちょっとしたザラザラをですね、このウェットサンディング、湿った状態でサンドペーパーを当ててあげることによって取り除く、これによって仕上げが、まあ、非常に滑らかになる、木の表面が肌触りのいいものになるというふうに、ホームページには書いてありました。ということで、ウェットサンディングをやっていきます。もう本当に軽くですね、撫でるような感じですね。はい、ということで、2回目の塗装を行って、その後ウェットサンディングを行いました。この後はですね、また15分後、30分後、1時間後、そういったタイミングで、浮き出してきた余分な塗料を雑巾、布で拭き取って、そして、まあ、1日2日と、乾燥させていきたいと思います。はい、だいたい出来上がってきたのかなと思います。まずですね、内側、中をご覧いただいてますけれども、この部分ですね、トランスの貫通穴を開けまして、トランスを横向きによく伏せ型で配置するという改造を行いました。それからですね、ここに何の線もつながっていないボリュームが見えると思うんですけれども、まあ、本来ここには4連ボリュームを取り付けたかったんですけれども、で購入までしたんですけれども、ちょっと痛恨のミステイクですね。4連ボリュームですから、かなりこう、まあ、サイズが大きいですよね。でこれが他の部品、の真空管のソケットとですね干渉してしまうということになって入らないなということなので、今回は断念しました。はい、本来はもう少し真空化のソケットですね、奥目につけておけばなというところだったんですけれども、今からそれをやりますともう全部作り直しということになるので、今回は諦めて、パソコンのですね、音量調整の方で、音量を、まあ、操作するという形で、使っていきたいというふうに思います。ではですね、これをパカンとはめまして、組み立てた後の様子続いてご覧いただきたいと思います。はい、トップサイドですね、天板をケースに取り付けた状態でご覧いただいてます。ご案内の通りね、ここについているボリュームはこれダミーになりますと、穴が開いてしまっているので、それを、まあ、カバーするという意味でしかありません。はい、そしてですね、このトランスの部分ですね、伏せ型横を気にして配置しました。前
回組み上げた時よりもだいぶこう高さ方向がまあ低くなってですね、なんかデザインがこう全体的に安定感が出てきたのかなというふうに思います。それから今回黒、艶消しの黒で塗ったんですけれども、これもなかなか締まった色合いでいいなと個人的には気に入っているところであります。はい、ではですね、最後に、ウッドパネルですね、横方向にこうサイドに、ウッドパネルを取り付けた状態で、ご覧いただきたいと思います。はい、最後にですねウッドパネルを取り付けました。今回ですねこのウッドパネル用の木にはですねユーカリの木というのを選択したんですけれども、若干ですね硬い、ノコギリで切るときなどはかなり硬いなと思ったんですけれども、ね、塗料を今回はオイルフィニッシュで仕上げてみましたけれども、発色も非常にいいですし、木目も綺麗ですし、まあ、選択して良かったんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということでですね、3回目ちょっとこの飾り付けということで、キストラのビデオを撮りましたけれども、本当に本当にこれでですね、12AU7 を使ったヘッドホンアンプ完成としたいと思います。